朝日村は山口県の北中部にあった村。2005年3月6日に市町村合併により、現在は萩市の一部となっている。阿武川支流の笹波川、秋木川の流れに開けた平野に広がる。秋木、笹波両地区の間は国道262号で連絡しているが、途中峠を越えなければならない。気候は、 両地区とも陶器は関連だが、さざなみ地区の方が、あきらぎ地区より関連であり、積雪も多い。江戸期に、萩藩主毛利氏が、三勤交代で、萩から三田尻に移動するために建設された、萩王館沿いに、あきらぎ、さざなみの各宿場町が発展。現在も萩王館沿いに、様々な遺跡を見ることができる。いくつかの説がある。旧あきらぎ村と、旧、 さざ波村が合併し、朝日村となった際、役場の位置を決めずに合併し、定期的に役場を、きら木地区とさざ波地区の間で引っ越しを行うことになっていた。これは、全国的にも珍しいシステムであり、引っ越しの様子はたびたび報道で紹介されていた。しかし連散システムなどの都合により、役場を一方に固定する必要が生じ、1995年より、 旧アキラギ村役場に固定された。2018年現在、アキラギ地区に、萩市役所朝日総合事務所が、サザナミ地区に、萩市役所朝日総合事務所サザナミ支所がそれぞれ、設置され、行政サービスを行っている。アキラギ地区は、萩地域のサザナミ地区は、山口地域の経済圏にそれぞれ属している。両地区とも農業と林業が、 基幹産業であるが、林業は近年、後継者不足や割安な外国からの輸入材木のため衰退している。最近では、農産物の加工品を地元で販売するなど、観光業にも力を入れている。他の阿ブ郡の町村同様、過疎が進み高齢化率が上昇している。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合のもより駅は、 JR 西日本山陰本線萩駅あるいは東萩駅路線バスは中国 JR バスと傍聴交通が運行しているが明らぎより三島町方面へは傍聴交通が明らぎよりさざ波を経由して山口へ向かう路線は JR バス中国が運行している村内を国道262号が通り明らぎより主要地方道である 山口県道32号萩集法線が分かれている。一般国道と道府県道主要地方道、一般県道有料道路朝日村内は、萩警察署の管内であり、らぎ、木、ざな波両地区にそれぞれ駐在所が設置されている。ありがとうございます。